次は3人バージョンでっていうことで撮っていきましょう。待って、これじゃあ自己紹介した本じゃないの？自己紹介しますよ。知らない人いますもんね、ここに2人。まあ、いつもこの3人でいるのは歌とか、なんか行きたいところとかがこうカフェ巡ったりとか、服見に行ったりとか、まあ、あとなんか動画撮ったりとか写真撮ったりするのが好きってことよ。どう喋んの、こっから。ジョージです。はいはい、まあ、そう、主になんかその僕らの写真撮ってくれるのがこの画家のようなこう帽子をかぶってる彼なんですけど、僕の一個上で、はい、写真カメラマンとして今、仕事をしてますね。仕事、はい、大半のリール全部出演してるよ、ね、はい、リール撮影と写真撮影とかもこだわり強いんで、あの写真依頼とは彼のインスタグラムの要チェックですね。はい、案件もらおうとしてる。ずるくない、一人だけ。かぶせたい、次の。早いね。じゃあ、匠って言います。まあ、僕の趣味もあの服とか、あの音楽好きで、で去年ぐらいからですね、まあ、お二人と仲良くさせていただいて、僕24歳で、まあ、この中で一番年下なんですけども、まあ、ちょっと結構先輩というよりも友達的な感覚で、あの二人とはあのいつも遊んでいます。そうっすね、ね、そうっすね。この間真面目やな。この間の旅行ってあれ面白くなかったですか？、ね、あの青森に3人で旅行行った時。ああ、そう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 、あれねぶた祭り、そう、ねぶた祭り探したっすよね。まあ、そのねぶたの写真がこれです。あ、懐かしくね、これ懐かしい、これ良かったっすね。僕ら住んでるところから何時間くらいかかったっけ？3時間、うん、3時間とかでも運転するんですけど、まあ、結構なんかみんなで話してたらすぐ着きますね、うんうん、なんだかんだいつも長距離運転とか結構短く感じるよね、うん、3人で行くから、なんか結構ちゃんとみんなでそのなんていうんですか、ドライバー分けて行ったり、例えばその時はなんだ、みんなで行ったんだっけ、交代しながら。そうですね、みんなで交代して、途中で行く交代しながら、はい、運転してたもんちゃんと。珍しくね。そう、珍しく運転して。帰りがひどかった。そう、でまあそう、ねぶた行った後に、まあ帰りで、その時に、まあ、ちょっと、まあ、仮眠をするってことで、まあ、僕10分くらい寝たはずなんですけど、まあ、気づいたら3時間経ってるって。そんなことがありまして、でまあその時の朝日、普通にこのジョージが朝日めっちゃ見たいって言うから、僕らね、あ、しんどいなと思いながら、ね、ついていった写真がこれ、めっちゃ綺麗じゃない？これがめっちゃ綺麗だったよね。これどうす、これめっちゃ綺麗じゃないですか。これ沿岸の方にあるんですけど、これ結構朝日見てほしいよね。うん、あ、そんなねぶたの話だったりね、うん、あとはまあ何、でもねぶた以外にもっと紹介したいですよね、自分らの行った場所とか、うん、そうだね、動画にして。僕ら東北にいるんで、その関東とかのさ、おすすめスポットとかもね、あったら教えてほしいよね、うん、な、動画回して、カメラマンいるんで。カメラマンにお願いして、はい、専属で、まあ行こうかなって思います。なんか東北でなんか行ったおすすめのスポットとかね、あったら行きたくね。行きたいっすね、うん、あ、それこそそうだ、青森県の三沢市にも行ってきたんですけど、で米軍さんとか結構行って楽しかったよ、ね、楽しかったです。なんかその辺でなんかこう、なんか普通に居酒屋行くとかっていうまた違った雰囲気だったよ、ね、はい、もう僕らより全然体大きいんで。居酒屋もそうだったんですけど、自分ら服好きじゃないですか、うん、あの辺結構ミリタリーなアイテム結構あって、激安なスポットっすよね、あそこは。それもまあちょっと高いんだけどね。まあ高いっすね。でもなんかそこにしか売ってないものとかも結構あるからさ、はい、好きだったら一回行ってみてほしいよね。はい、でその時に買ったのがトゥルースペックのエクワックスっていうやつで、これサイズが XL なんですけど、めちゃめちゃこう防水効いてて、デザインもいいし、シルエットも超かっこいいし、何よりまあフードもついてて、その防水、めっちゃ防水で、めちゃめちゃ今流行りのジャケットが売ってたんですよ。これ特にもこれ着てる写真がこれだね。これサイズ感もいいよね。これ着てんのが180cm。 あ、ジョージが着てる、ジョージは何センチか、身長182や、これ182cm ですね、が着た時これで、180cm 僕着たらこんな感じですね。最初何やねん。2cm や。いや、そうですね、お互いまあ着て、まあ、こんな感じになりますっていうことです。俺着といた方がいい。ぶっかぶかなって終わりや。これもし気になる人いたら、もうこれあの着ないって言ってるんで、売るらしいので、あのちょっと DM まで、
でもう売り切れるかもしれないんで早めにあんま見てる人いないけどって感じかな。まあそんな感じで今日はなんか自己紹介と軽くトークみたいな感じになったけど、次はなんだろう、次はどっか行って実際にカフェとか行って Vlog 的な、うん、撮ったり、うん、もっとなんかこういうのやってみたいなっていうの多分僕らでも出てくると思うんで、そういうのやってみたりすればいいかな。なんかより僕らを知ってほしいですね、うん、何休日どうしてるのか、そう日常を見てほしいです。僕らの正体がね分かればちょっと面白い僕らの正体が分かればその、まあ、実際に会えない人ではないっていうか、会えないわけではないので実際にねこう足を運んでもらってどこにで、まあ、僕らを見るっていうことも可能ですよね、まあ、それでね僕らの実際のその本業がなんか ね、こう見てくれる人につながればまあなんか少しはいいかなって感じだよね。これも僕らの趣味の一環ですよね、うん、とりあえずそういう方向でやっていきたいと思いますのであのまあ、いいねとチャンネル登録みんなやってるのでとりあえずよろしくお願いします。じゃあ終わりです。どうでしたか。意外と喋れたっすね。喋れた意外と。そういや意外と喋れるもんだよね。ね、絶対これテイク2やん。うん、そうだから結構そう喋れたら苦しいのはなくなったけどあそんな感じでじゃあいいか、いいやすか。お疲れ様です